はい。はい、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。高坊のキックオフ第22回目、始めてまいります。前回、ちょっと収録の、さらに収録で、2回連続収録という形になってしまいまして、まあ、情報に関してはそんなに、過不足と言いましょうか、新しいものは特にないんですが、ちょっと、会社の方で、仕事を入れられてしまいましたので、ちょっと、2週連続の、折りとなってしまいました。実は今日がですね、木曜日の収録がなんと最後となってしまいます。今までチャンさんがミキサーでいろいろと創意工夫、様々なフォローしていただきましたけれども、まあ、当面というか、まあ、時たまもしかしたらまたセットになることがあるかもしれませんけれども、前々回も、あ、前回もお話ししましたように、土曜日の16時、ちょうどから16時26分までの放送に、変わります。日曜日から土曜日に引っ越しという形になります。ぜひ今後ともよろしくお願いします。埼玉の郷さんもよろしくお願いします。それでですね、前回なんですけれども、第13条のフリーキックのところもお話ししてきました。で、なんて言うんでしょうね、ファウルを犯した後の、この効果としての、まあ、フリーキックございまして、不審の方、まあ、副審もそうですけれども、非常にこう、注意をしていただきたいというところを今回お話しして、あとはまあ、今までの回の、まあ、お話をまた、ざっくばらんにしていこうかなとも考えております。で、まず、フリーキックに関しては、まあ、前回直接フリーキックと間接フリーキックがあるというお話をしまして、で、主審の方は必ず間接フリーキックの時は、まあ、左か右どちらかでも構いませんので、片方の腕を真上に上げていただくということをしていただかないといけないと。これが間接フリーキックの、まあ、合図、シグナルであるということですので、忘れないでいただきたいということです。で、フリーキックの、まあ、注意点に関して、ちょっとまあ気にしてほしいということがあるんですけれども、要はファウルを受けた側が、リスタートするということが、このフリーキックなんですけれども、これを最大限保証してあげてください。要はファウルをした側は、まあ、おおむねというか、フリーキックを遅らせるために、ちょっと小細工というか妨害をします。できるだけ遅らせるようにすると。というのは自分のチームのメンバーがですね、選手が守備位置に戻ってくるまでの時間を稼ぎたいということもありますので、その辺を、まあ、意図して、例えばフリーキックをする場所、まあ、ボールをセットする場所で、とどまったり、様々な、まあ、妨害工作をしてしまうことがあります。ですので、主審は、まず、ファウルとして、まあ、笛を鳴らして採用した後、その周辺の状況をできるだけ見ていかないといけない。守備側の選手が、まあ、ファウルをした側のチームなんですけれども、どのように動いているのか、ボールの方へ寄ってきているのか、それとも素直に、まあ、後ろの方に下がっていく、もしくは離れてくれるのか。それをこう、見ていただきたい。で、また、まあ、ファウルをした側が時たまこう、
まあ、負傷をするようなことがあります。まあ、自分で、まあ、自爆というんですかね。怪我をしてしまう。で、そういった場合に、その場所にうずくまってしまう。まあ、これももう、痛みで、まあ、動けないという場合もあると思うんですが、もしかすると、とどまることによって、守備側の開始を、守備位置に戻る、その時間を稼ぐっていう可能性もあるので、まあ、瞬時にというか、まあ、見分けは難しいんですけれども、速やかに寄っていって、状態を確かめて、動けるんであれば、速やかに離れてくださいと。いうことを、まあ、伝えていただきたい。それで最大限、フリーキックをする側のチームの利益を、まず大前提というか、一番にまず考えてほしいと、まあ、考えてほしいので、ぜひよろしくお願いします。それで、どうしても下がらない場合には、まあ、一回、まあ、口頭で注意をして、それでも効かないというときには、まあ、取り違反で警告を出してもいいかな、というふうに考えています。で、そもそもこのフリーキックと言いますのはもう9.15メートル以上離したことによって、守備側からのプレッシャーを受けずに、自分の、まあ、呼吸というかタイミングで、まあ、好きな方向にボールを蹴れるというのがフリーキックですので、それをできるだけ、まあ、尊重してあげてほしいということです。ですので、まあ、仮にその守備側の選手がそこにうずくまったり動かなかった場合は、まあ、若干、そのセットの場所が変わったとしても、まあ、それを認めてあげるのも一つのコモンセンスというか、まあ、柔軟な対応かなとも思いますので、この辺は臨機応変に、守備側のなんていうんですね、意図を、まあ、見抜いて、フリーキックする側の利益を保証してあげてほしいというところです。で、これ9.15メートル離せばいいかというと、そうではなくて、9.15メートル以上離しましょう。ですね、10メーター離してもいいですし、まあ15メーター離しても構いません。で、プロの試合でもよく見受けられるんですけれども、守備側の選手が離れているにもかかわらず、まあ最近よく使っているバニッシングスプレーで、9.15メートルのところに線を引いてしまう。そうすると守備側が近寄ってくるわけですね、そこまで。っていうのもありますので、せっかく、いい距離離れてるんでしたら、もうそのまま再開をさせていった方がいいんじゃないかというふうにも考えています。ですので、まあ、9.15メートルの保証の仕方も非常にこう工夫が求められますし、その基準の改革もあるのかなと。せっかく十数メーター離れてるのにわざわざ近寄らせる必要もないので、その辺はもうできるだけ、まあ、速やかに減らせるようにした方がいいかなと。というふうにも考えております。でですね、次にフリーキックする側のチームに関しては、9.15メートルを離す、そういう、なんていうんですかね、利益があります。ですから、蹴る前に守備側が近寄ってきたら、これじゃダメだよと。9.15メートル以上離してください。まあ、一応こういう、まあ、主張は、まあ、可能ですし、実際の試合でもあります。ですので、主審はきちんと9.15メートル以上離してあげなければいけないと。ただ、キックする側が、その9.15メートル以上を、守備側を離す、この利益を放棄して、キックをすることも可能です。まあ、俗に言うクイックリスタートっていう言い方をするんですけれども、守備側の選手が9.15メートル以内にまだいる段階で、攻撃側のチームが、まあ、おそらく有利に展開できるだろうと踏んで、すぐ蹴ってしまう。これも OK です。ただ、それによって、例えば、守備側の選手に当たってしまって、おい、当たったじゃないか、9.15メートル離れてないじゃないかっていうふうに言われても、それはもうリスタートをしたということで OK します。ただ、この場合でも9.15メートル離れていない守備側の選手の、なんて言うんでしょうね。動き方次第では、まあ、イエローカードになる可能性もあります。要は、離れていくところを、あえて、キックしてその選手に当ててしまうっていうような形で、カードを出させようというようなことがあります。実際に。でも、それは、毅然と、それはカードはなしで、もう、プレイは続行ですよっていうのを、
主審の方は伝えてあげてください。尻側の選手が下がっているんであれば、まあ、それは全然、ボールに当たろうが、何しようが、まあ、問題ありませんので、大会をやり直すとかですね、そういうことは必要ありませんので、そのまま続行。で、相手がインターセプトしたら、もうそれはそれで OK ということになります。ですので、まあ、そこだけは、まあ、どちらに利益があるかっていうのも一応、まあ、考えなきゃいけないですし、その利益を放棄してまで、スイッチして始めたいっていうのも、まあ、それはそれで認めましょうということです。で、今度、そのフリーキックの場面において、例えば、ゴールに近いところでのフリーキックの場合は、非常にこう、得点の匂いがしますので、それを守備側が、まあ、ある程度、こう、合法的に妨げる方法としては、よく試合でも見られるように、壁を作ります。で、まあ、守備側が、例えば5、6人とか壁作るんですけれども、競技規則では、3人以上壁を作った場合は、攻撃側のチームはその壁から1メートル以上離れなければならないというふうになっています。まあおそらくこれもですね、こう、壁に近づいたり接触したことによって、まあいろいろと揉め事が起きたり、まあ何らかのその騒動が起こってしまう。それによってさらに試合時間が遅延してしまうとかですね、その辺のところをスムーズにこう、開始させるという意味で、壁には近づかないようにという、そういう規定ができたんだと思われます。で、その、壁に1メートル以内に入ってしまった場合はですね、逆に間接フリーキックを与えられてしまって、自分たちのフリーキックがもう、なんて言うんでしょうね、無効になってしまう、ということになりますので、あまりこう、なんて言うんでしょうね、こう壁に、無駄に入らないと。そうしないと自分たちのフリーキックはもう奪われてしまいますので、で、それによってまた警告を受ける場合がありますから、その辺は慎重に考えた方がいいかなというふうに思っています。で、その警告のですね、この種類が今度また難しいんですけれども、その9.15を離れなかったということでの、その警告に関しては距離違反という理由で、まあ、イエローカードが出るんですけれども、例えばまだ9.15を離れてなくて、クイックリスタートをしたと。それを、足を伸ばしたりとかですね。こう、妨害をしたと。いう場合は、今度これが理由はですね、遅延行為という理由でのイエローカードになります。ちょっとこれがね、なかなか難しいけど、わかりづらい。まあ、これまあ、その方を、その、理由付けの、報告書に書くときにその理由付けとして、遅延行為とするのか、距離違反とするのかを、もう明確にというか間違えずに、まあ書いていただきたいということで、まあそこも、まあ報告書の中での気にしてほしい部分ですけれども、それとですね、あとはですね、このフリーキックに関しては、やはりこの、ペナルティーエリア、まあこれ多分次回になると思うんですけれども、その中で直接フリーキックになるファウルを犯した場合は、ペナルティーキックが与えられます。ペナルティーエリア外であれば普通のフリーキックなんですけれども、その12条に、書かれてある直接フリーキックになるファウルをペナルティーエリアの中で犯すと PK が与えられる。ということなので、そのエリアの中なのか外なのかで、そのリスタートの方法が変わります。ですので、非常にこう難しいです。状態はペナルティーエリア内に入っているのに、足がギリギリ、ペナルティエリアのあの、切開というか白い線の外側だったとかですね。非常にこう、際どい。そこがこう、一般の試合でもなかなか揉める部分があります。当然 VAR とかはありませんので、もうその見たままの瞬間の、その情報だけでも、外か中かを判断しなきゃいけませんし、そういった場合は、もし、疑問というか、こう、十分に、判断できない場合は、主審の情報も参考にしていただきたい。ということですので、とりあえず、ファウルはファウルであれば、そこで笛を吹いて、試合を止めて、で、ちょっと100%の自信がないなと思えば、副審、近い方の副審の方に確認をして、今のは内か外かっていうのを確認しましょう。で、これも、
打ち合わせの段階で、こういう際どい時には、まあ、情報くださいねという形で事前にこう言っておくと、まあ、うちの方でも意識して聞いてくれるんではないかというふうに思いますので、まあ、事前の打ち合わせの中でも、まあ、一つ決めておいた方がいいかなとも思っております。で、あとですね、10月の頃でも、11月でも、試合をいくつかやりまして、ちょっと私、ポジショニングでですね、ちょっとこう、ミスった部分があったんです。と言いますのも、選手とですね、2回ぶつかってしまいました。というのも、自分は自分で、いいポジションに行こうとする。で、選手は選手で、ボールにプレーしようとして、こう、入ってこようとする。そこでちょっとこう、接触事故があったんですね。なので、非常にこう、自分も、その時は視野がちょっと狭かったなっていうのもありましたし、そこをもう少しこう、行く前に周りを見て、それでこう、後から追っていってもよかったかなということもありまして、あとはですね、同じようなケースで、その女子の試合だったんですけども、こう、次のポジションへ行こうとしたら、もう、女子の選手が、まあ、その進路方向に入ってきて、私の左耳に頭部をこう、接触されたんですね。で、その女子の選手はちょっと痛がってたんですけど、私もちょっとこう耳の方が痛くなって、それもなんかやはり結果的にその自分の動き出しが遅すぎたのか、もしくはこう、やっぱりその状況判断が、まあ、弱くて、周りを見ずにこう、進んだがために、言ってしまったのかっていうのもありますので、非常にこう反省材料かなということになります。で、まあ今、埼玉の郷さんからまあ、ご質問が出てるんですけども、ボールが審判に当たった場合はどうなるんですかということで、これはだいぶ前にもお話ししたんですけれども、3つの条件のもとで、まあ、ドロップボールになります。まあ、ドロップボールっていうのは、試合を止めて、そのファウルでも何でもない状況の、まあ、なんていうんですね、非常時的なというか、臨時の、まあ、大会方法になるんですけども、ボールを手で持って、腰のあたりで、力を加えずに地面に落とす。それをドロップ。で、地面についた段階でインプレーとなって、まあ、プレーが始まるんですけれども、例えばチームは変わらないんですけども、ボールを保持してたチームは変わらないんですが、新しく大きなその攻撃のこう、起点になってしまったとかですね。こういった場合は、プレーを止めて、もう一回ドロップボールをやり直すんですけれども、攻撃の展開で新しく攻撃に行ってなければ、それはもう流していいと思うんですが、それで当たったがためにより攻撃側保持していたチームがよりいいチャンスになってしまった場合は守備側に不利になるので、それは止めてドロップボールした。で、確か今週の、か先週のジャッジリプレイという番組でも同様の、まあ、ケースがあったんですけれども、あれはちょっとプレーを続けさせてしまったがためにちょっとまずい結果になったようなんですが、ちょっとそういうことでもあります。で、またボールが保持していたチームが変わってしまった場合、これも、ドロップボールになります。審判主審に当たって、最初 A というチームが保持していたのに、A がパスを出したところ、それが主審に当たって、で、相手の B というチームにボールが渡ったら、じゃあもうやり直、ドロップボールという形になります。で、もう一つがですね、ちょっと瞬時に今思い出せないんですけども、ちょっと3つあったんですが、あとは、まあ、主審に当たって、ゴールに入ってしまった。言った場合も、これは、ゴールはまあ認められずにドロップボールになる。ということで、一応まあ3点。こういった場合が、まあ、プレーを止めてドロップボールで再開という形になります。まあ、昔はね、その野球の審判と同じように、まあ、石ころだったんですけど、まあ、やんばるに住む石ころさんとは違いますけれども、一応もう、当たっても何の、ね、リアクションもなしに続けていくっていう形だったんですけど、それでやはりもう攻撃の展開が変わってしまって、有利不利が生まれてしまうので、
一旦止めて、ドロップにしようということになったんだと。改正の理由としてはそういうふうになっていると、まあ、考えられますので、ピッチコロから、まあ、石ころではなくなったというのが、サッカーの主審、副審の、まあ、立場というか存在になってしまいます。一応、今日で、まあ、とりあえず13条のところを、まあ、終わりにします。で、最後にですね、残りまあ5分ありますけれども、まあ初回、第1回目から7月の初めから、で、この11月の最終週まで、みつきさんにはキャンさんに入っていただいて、収録、お世話になりました。いえいえ、こちらこそお世話になりました。いろいろとね、終わった後の、まあ、お話、それぞれの専門分野でのお話もたくさん来てましたし、いろんな視点で、ああ、こういうこともあるのか、こういう立場なのかっていうのもあったり、まあ、共感できた部分もあったりということで楽しく収録させていただきまして。で、まあ、あと、ひーふーみーさんから、おめえのラジオが、予備校の 講師のような、硬い、なんか話だな、みたいなことを言われて、まあ、確かに自分でもそうだな、と思ったり。通信教育カセットのなんか講義みたいだなと思ったりもしたんですけれども。まあなんどうしてか、も今までは生放送とは違って収録そ放うです送でしたので、なかなかコメントとかっていう読むのできなかったからこそ、まあちょっとそういう形になったのかなっていうところもありますけどね。ですね。まあでもなんか、言われてみると、ああ、確かにね、っていうのもありましたけど。まあでもそうせざるを得ないとか、そうなってしまうんですよね、多分。でもこれからはやはり生放送になるとコメントも直接読めますはい。ので、もっとラそジうオっですね。で、ぽそのくお場での、話できるんじゃこう、ないかなと。生のね、疑問、質問などがあると、また、話もね、膨らんでいくかなと思いますし、沖縄大好きさんもありがとうございます。チラッという文言が入ってきますね、今回。そうですね。あと、私、12月の第2週目で、この体力テストを受けるんですね。で、これが次年度の資格更新の必須条件で、はい。で、今年の、いつだったかな、春か夏かのいろんな番組で、体力テストってこれこれこういうものなんですよっていうのを、メールでお話とか、まあ、内容書いたりとかしたんですけれども、まずスプリントと、それからまあ、なんて言うんでしょう、ヨーヨーテストみたいな感じで、インターバル走的なのがあるんですけれども、今回からその、スプリントっていうのが非常にこの条件としては外されたんですあ、そうなんですね。ね。だから任意だと思うんですよ。まだ、今年はまだやったことないんで、情報はないんですけれども、一応、スプリントに関しては6秒9以内、50メートル走を6秒9以内が6本成功すれば合格と。で、その後に、インターバル走が70メートルを20秒。で、なんだっけ。あ、75メートルを20秒。で、25メートルを25秒以内で歩く。それの、32セットを走ると合格。ということになってまして、だいたい毎年その10セットあたりで、まではこう、ちょっと余裕があるんですけれども、それを過ぎていくとだんだん呼吸が荒くなって、ね、非常にちょっと 苦しくなる。僕もスプリントのインターバル走的なことを練習でやっておりましたので、いや大変過酷な状況だなっていうのは分かるんですけど。なんか東京だけこう、なんか、基準というかハードルが高いなってのは内心思ってるんですけれども。そう、なんかこう、32セットいるかっていう感じがするんですね。多いですよね。でもね、もっと昔はね、もっと大変でした。私の苦手な12分間を3000メートル走れっていう、のがあったんですよ。本当は年齢に応じてちょっと、距離が縮むんですけれども、まあ、東京はなぜから3000メートル走ろうというわけのわからない、こう、はい。
スタンダードな 基準を設けられてる。で、それが今度、12分間走が終わって、150メートル走って、それで50メートル歩くっていう、なんかそれも30何本かになったんですけれども、それが今現行が75メートル走っての25メートル歩くっていう、ワンセットを30回やるということで、合計で3.2キロ。3000でいいじゃねえかと思って。そうですね。では、お時間来てまいりました。そうですね。はい。いろいろと今まで、キャンさんにはお世話になりましたし、はい。多くの、日曜日にお聞きいただいた方々も、本当にありがとうございます。次回からは土曜日に変わりますので、また、お時間ありましたら、ぜひ、参加していただいて、いろいろ疑問等ございましたら、出していただけると幸いです。では、本日はこれで終了いたします。ありがとうございました。追あ加りそがのとうござ皆いさんまも、した。ありがとうございます。